お、もしもし。お疲れ様。おう、どうしたん。あのさ、来月帰れんくなって。え、ごめん。新しいプロジェクトに入れてもらえることになって、そのプレゼン前で。そっか。でもすごいやん。遠距離難しいね。神様は乗り越えられる試練しか与えないとか言うけどさ、勝手に壁の高さとか決めんといてほしいよ。神様。カオルが怒ってますよ。神様。本当やった。え、会わん時間が好きを大きくするとかいうやつ。ねえ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 、これありがとう。あとこれ明日。いや、なんかいろいろ先読みしたりして不安だったりしたよ。でも先やなくて明日は頑張れるし、明日とこれからは。それはつまり。あれ何を言ったの。違う、ね、何を。わやっとさ乾杯できるね。まあこれ俺の分やけどね。はエールを送ろう、タオルエール。はい、まず最初の、本当最初の撮影が別れのシーンで、電車を見送ってっていうシーンだったので、最初かいって思って、でも何度か共演させてもらってる川口春奈ちゃんとだったり、監督がすごく細かくこういう顔でこういうセリフの音でって指示してくれてたんで、結構駆け抜けるような撮影のスケジュールだったんですけど、丁寧に楽しく演じることができました。飲みます。すぐ飲みます。え、そういうことですよね。これカオルエールでいいんですよね。を受け取ったんですよね。飲みます、すぐ。はい、いただきます。いや、嬉しいし、まあ、今回その LINE ギフトで送れるってことで、なんか結構僕も最近こう利用してるんですけど、何送ろうか迷う時もね、こうカオルエールだったらなんかこう送りやすいなみたいな、なんかこうお酒飲む人だったらあいいかもなってすごく思ったので、僕も好きなのでぜひ送ってください。期待と不安ばかりでしたね。まあ、高校卒業して18で上京したんですけど、それこそ、まあ、こういうお仕事、俳優さんになりたいと思ってお芝居の学校に通って、なんかこうエキストラさんとかやりながらバイトして、なんかすごいなんかいろんなこう舞台のセット組み立てたりとか、なんかチケットのもぎりとかいろいろやってたなとか。でもそんな中でこうやって俳優にちゃんと俳優としてこうデビューすることができるのかみたいなのはやっぱりこういつも思ってましたし、やっぱこうエキストラさんとかやるとこう、まあ今はこうやって撮ってもらえるようになったんで本当にありがたいんですけど、あ、じゃあちょっと 100m ぐらい後ろ行ってくださいとか、なんか時思うと本当に今すごい、あ、叶ってるなって思いますし、あ、そうだ、その時もなんかなんだろう、すごくなんかこうやっぱ家族との別れも結構悲しかったりもしたので、あんまり多く語る家族感ではないんですけど、口下手ながら結構新幹線の中で僕泣きすぎて、
あの隣赤ちゃんとお母さんがいらっしゃったんですけど、赤ちゃんより僕泣いちゃってるもんだからずっとこうやって窓にこう向きながら泣いてて、で降りようと思ったらすごい首痛くなってみたいな、そんな思い出もありながら、最初の話のままの方が感動してましたね。ちょっと良くないですね、今の話いらないですね。あのすごく、あのでも今こうしてなんかちゃんとあの戦えてることが、まあでもそういう不安とかあのそういう思いがあったから頑張ろうと思って、あの自分、まあ、そういう期待や不安が僕のエールになって、あの今ここまで頑張ってこれたんだなと思います。いや、なんかこう新しくじゃあお仕事を始めるとか新しい環境に行くっていうのは本当にまあ、 あの人生の中で結構あることなのかもしれないし、まあ人によってはなかなかこれはもう本当に初めてなぐらい、あのなんていうんだろう、環境が変わったり周りの人が変わったりするっていう人もまあ本当に様々だと思うんですけど、まあ僕も毎度毎度こういろんな人、いろんな人がいる現場に行ったり新しい人に出会ったりっていうことが多いので、いつも楽しく笑顔に、まあなんかちょっとあの遊び心を持ちながらなんかゆとりを持ってあのいられれば、いろんな人をこう一緒に輪になってなんか巻き込みながら前に進んでいけるのかなって思うので、そうやって僕も頑張りたいと思いますし、皆さんもなんかそうやって頑張っていって、でいけたらいいのかなと思います。そしてその一日の終わりにはもう僕はもう僕も皆さんもカオルエールであの乾杯できたらいい一日なんじゃないでしょうか。はい。